ろしくお願いします。それではですね、本日はありがとうございます。お集まりいただきまして、アフリカ委員会よりですね、ヒカット7を決起に、日アフリカ関係の新たな構想をというテーマで、副題がアフリカの持続可能な成長に民間起点の貢献を果たすということが副題についておりますが、これについてご説明を申し上げたいと思います。提言の内容につきましては、アフリカ委員会委員長の横井さんよりご説明いただきます。よろしくお願いします。それでは私の方から説明をさせていきます。改めまして、アフリカ委員会の委員長をやっております横井です。よろしくお願いします。本日は、お手元にございます今 A4 横の資料がセットされていると思いますので、それをご覧いただきながらご説明させていただきたいと思います。まず最初に、私たちがアフリカの現状や日本のアフリカに対する向き合い方をどう捉えているかということについて提言の背景として説明をいたします。2ページをお開きください。まず1、アフリカ自体の変化です。この数年、アフリカ各国が自立して持続的な成長を遂げていくために必要な国内の諸改革に挑戦する姿勢を見せ始めていると。また2として、欧米や中国だけでなくて ASEAN をはじめとする新興国までもがアフリカとの関係強化に乗り出すという、アフリカに対する世界の動きも大きく変化をしております。次に3番、こうした状況を実際にアフリカに進出している企業がどのように見ているのかということを知るために、この春、日系企業30社に対する独自の個別インタビューを行いました。その結果、各企業が一様にアフリカ市場への挑戦は困難も伴うけれども得られる果実は大変大きいというふうに指摘をいただいております。こうしたことから、日本の企業がアフリカに進出するに向けて動き出すべき時はまさに今であるというのが私たちの認識であります。そしてそのような企業の動きを後押しすることを基本に、日本が取るべき戦略について今回提言をさせていただきました。日本企業が進出することはアフリカの開発を進める上でも意義の大きいことだと思っております。事業を通じて経済的な価値や雇用が生み出されるということも大事ですけれども、それ以上に地域や社会に寄り添い人材育成を重んじる日本企業の行動がアフリカの健全な成長につながると信じております。次に3ページです。1993年にスタートしましたティカットアフリカ開発会議は、会を重ねるに従って民間セクター、特に企業関係者の参加機会を徐々に拡大してきました。この背景には、2010年頃からアフリカにおいて産業育成と雇用創出を図り、経済社会の発展を実現していこうという機運が生まれてきたこと、そしてその原動力として民間セクターに対する期待が高まってきたことがあります。特に2013年のティカッド5以降は、アフリカにおいて援助から貿易投資へという声が盛んになるに従い、国際機関や各国政府はアフリカに関わる議論や対話に民間セクターを巻き込み、いわゆる官民連携の強化に力点を置くようになってきました。4ページ移ってください。こうした機運を受けて、ティカッド5以降、日本国内でも官民連携を進めてきました。しかし、アフリカ各国からの高まる期待に応え、目に見える実績を生み出していくには、これまでの取り組みの延長線上では限界があるのではないかというふうに考えております。例えば、ティカッドに先立ち、企業関係者など民間委員が参加して政府への提言を取りまとめる官民円卓会議が設けられるようになりましたけれども、このような官民対話の機会はティカッドの前後だけに限られて、一時的な盛り上がりにとどまっているように思います。またティカッドの本会合でも企業経営者が参加し発言する機会が広がってきましたが、どうしても参考人のような立場でアドホックな形での参加に限られていると言わざるを得ません。日本はアフリカに関する歴史や蓄積、そしてリソースが十分とは言えません。そうした中で、アフリカの健全な成長に向け、日本が日本らしい影響力や存在感を発揮していくためには、官と民が今まで以上に強力に連携し、
協働することが必要であるというふうに思います。5ページをご覧ください。こうした問題意識に基づいて今回大きく2つのことを提言します。ポイントは民間の力を生かした持続的で実効性のある官民連携の進化です。一つ目の提言は TICAD の枠組みや運営プロセスのモデルチェンジ。アフリカ開発の担い手として民間セクターへの期待が高まる中で TICAD という会議自体に民間セクターの役割を制度的に組み込むべきであるというのがその趣旨です。もう一つは日本のアフリカ戦略においてやるべきことにしっかりと優先順位付けを行い、アフリカ進出に向けて民間企業の背中を押すような官民連携の取り組みをすべきであるというものです。詳しくこの後ご説明します。まず TICAD のモデルチェンジについてで6ページをご覧ください。 TICAD を通じてアフリカの開発を前進させるにはアフリカ側にも改革推進に向けたコミットメントを求める必要があります。そのためにもアフリカの問題や課題をよく知るビジネス界の声を TICAD に取り込むことが極めて重要です。そこで政府首脳中心の会議体である TICAD 本会議を補完し、それと両輪をなす形で日アフリカを中心とする公式な民間対話の枠組みを発足することを提案します。この目的は民間の声や要望、アフリカの開発を後押しするための優先課題を集約して組織的に各国首脳に伝えること、そして TICAD を通じてその改善が図られるよう継続して働きかけをしていくということです。この公式な民間対話の枠組みは APEC に対する ABAC のような枠組みをイメージしております。まあ、APEC 地域と比較した場合、アフリカは国の数、成熟度、地域事情に相当差はありますけれども、将来を見越して今から準備を始めてはどうかという考えであります。7ページをご覧ください。この公式な民間対話を含む TICAD を日本がより有効に活用していくためには、それをサポートする適切な国内の体制が必要になります。具体案として企業経営者を中心とした官民対話の枠組みの常設化を提案します。ここでは仮にアフリカビジネス官民協議会としておりますけれども、日本が優先順位を置き注力することやアフリカへの要望について官民で継続的に議論する場を設定すべきであるというものです。またその下に官民共同のワーキンググループを設置して、実務者の声や知見を生かしテーマごとに深掘りを進めるべきだというふうに思います。最後に8ページをご覧ください。2つ目の提言としまして、官民の一層の連携が求められる中で、政府が企業の背中を後押しし、アフリカの継続的な成長に対する日本ならではの貢献を実現するために、特に政府に注力してもらいたい分野について重要な点に絞って3点を挙げております。1つ目は脱相場の主義、政府による支援対象を重点化することです。例として意欲と機動力はあるものの、人材や資金などのリソースにかける中小企業、スタートアップへの支援の拡充を挙げております。まあ、この層を強力に後押しすることでフロントランナーの数を増やし、アフリカにおける日本の存在感を高めるというのがその狙いです。2つ目は脱自前主義、第三国や現地の企業、国際機関などと民間企業とのパートナーシップの促進に向けた支援です。アフリカに進出している日本企業を見ても、すべて自前、自力で独力で成功しているところは多くありません。日本に欠けているノウハウやネットワークを補完できるようなパートナーを発掘して企業と結びつけること、この点に注力してもらうことが有効だと考えます。3つ目は官民連携が生きる分野に的を絞ることです。具体的にはアフリカの人材育成や政策、制度、ガバナンス改革です。これは
アフリカ各国政府の改革意欲を引き出し行動を求めていくことが極めて重要な分野です。個々の企業の力だけで克服はできません。そこで企業の問題意識を踏まえて官民が足並みを揃えて働きかけていくということが重要だと考えます。まあ、以上駆け足となりましたけれども、私からの説明を終わらせていただきますが、この後皆様との質疑の中でさらに補足をさせていただければというふうに思っております。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。幹事から、いいですか。今のところのまとめ の、 その政府の役割、土地権利で政府の役割に対する期待という点課題ってあるんですけども、はい、これ、まあ、多分それぞれ問題点が、認識されていて の、 課題だと思うんですが、どうしてちょっと具体的な、例えばこういう障害があるというようなところを具体例というのを教えていただけますか。はい、まあ、具体例としましてはですね、私申し上げましたようにアフリカ進出という意味で言うと、実は今回中小企業やスタートアップということをあえて例に取り上げました。大企業はアフリカに進出するためのですね、組織だとか人材だとか資金、こういったものは十分に持っています。むしろ進出するという決断がむしろ我々としては待たれるということなんですが、一方進出をしたいという熱意はあり、それなりのサービスなり商品製品もある。でも一方で資金あるいは人脈ネットワークがない、こういったところをいかに助けてあげるかということも大事だと思います。我々の身に入ってきますのは、例えば中小企業ファイナンススキームもですね、日本の公的機関から用意はされておりますが、例えば現地でのフィジビリティスタディ、それから事業の立ち上げ、さらには事業を拡大していく、こういったステップに合わせて必ずしもそういったファイナンスのスキームがうまく連動しておらなくてですね、事業を拡大するときに必要な資金が必要になるときに実は借りようと思っても借りられない、あるいは貸してくれるところあるんだけれども規模が大きすぎてそんなにはお金を貸してもらわなくてもいいんだけど、というですね、ニーズと実際に提供できるものがうまく合致してないという問題があると、これが一つの例であるかと思います。30社の調査というのは、はい、実は今年の2月から6月ぐらいにアフリカ委員会の、まあ、委員長副委員長会社も含めてですね、幅広く産業をカバーするような製造業から、サービス業まで、まあ、この間に、自動車だとか医薬だとか食品だとか、まあ、いろいろありますけど、そういったものと同時にですね、企業の規模も大企業から本当に小さなスタートアップの企業までカバーする30社に直接お邪魔させていただいて、1社どうでしょう、平均すると 3,4 時間ぐらいなんでしょうかので、ヒアリングさせていただきます。それもただ単にアンケート用紙に対して答えていただくということではなくて、なぜアフリカ進出をされるようになりましたか、そのきっかけは、あるいは進出した後に実際に困っていることは何なんですか、あるいは逆に得られたものは何だと思いますか、ということをどんどん質問から質問へということで多層的にこう聞きながらですね、本当にアフリカ進出を考える企業にとって有益な答えを導き出せるようなということを意識しながらヒアリングをさせていただきました。非常に有益な答えをいただきまして、ぜひこれは機会を設けてですね、日本の企業の参考になるような形でまとめさせていただいて、我々としてはまた発表させていただけるというふうに思っております。ちょっとこれ以上は今まだお話をできませんので、まあ、具体的な企業名からですね、これをちょっと差し引きさせて、中国版ピカドみたいなのがちょうど終わったところだと思うんですけども、はい、見る人によってはああいうのを使ってちょっと、まあ、借金付けにしようとしているというか、そういう見方もできると思うんですけども、中国の動きっていうのはアフリカ市場で見ると日本から見るとどう見えますか。日本から見るとというのは、まあ、まさに
ここ数日新聞報道とされているようにですね、一般的な見方としてはやはり経済によるまあ、アフリカの、まあ、味方作りみたいなことを、これはちょっとあの言葉がこれ新聞で取り上げられていることですが、まあ、新植民地主義的なことをと言われておりますけれども、経済力を使った、まあ、アフリカ進出を図っているというふうに見られているというのは一般的です。ただ現実的にはどうでしょう、5、6年前までは確かにそういう動きが顕著でした、お金、労働力を持って、道路を作る、建物を作る、そして直し方も教えずに帰ってきてしまうということに対してですね、アフリカからは大変反発もありました。それに対して中国も随分そういった反省からですね、やはりアフリカのためになることということで徐々に方向転換をしつつあります。まあ、昨日おとといに行われました中国アフリカ協力フォーラム、これもそういった精神が少し生きているんじゃないかなというふうに思っています。ただ、まあ、中国とアフリカのフォーラムもそうですけれども、基本的には各国が開いているアフリカとのこの連帯会議というのは倍の形なんですね。まあ、我々日本国が主催しておりますティカドというのは日本だけに限らず国際機関多くのステークホルダーを巻き込みながら多面的にしかも公正な形でですね、アフリカのあるべき発展に向けた支援というものは何ができるんだろうかということを議論させていただいているという意味では、日本はまさにこのティカットの仕組みということに対して誇りを持つべきであるというふうに思います。各社どうぞ。そうですね、はい、すいません、今ちょっと横線に一番最後のページにイメージだけど、こんな中堅中小あるいはスタートアップ企業が現在アフリカに出られておりますよというのは一番最後にまとめてございますので見ていただければと思います。アフリカがどうですね、こう何カ国があるんですかね、こう54です。でやっぱりそのヨーロッパとのアプローチの仕方と、それから中国のアプローチの仕方と日本のアプローチは多分違うと思うんですね。企業だとその例えば長に受けてる事業者会社とかね、それから経団連もあるのはそのやっぱりプラントで、はい、まあ、2期3大きいその大きいプラントをやるときに出てらっしゃる。でこのアフリカ全体で捉えるとなると大変大変だと思うんですが、まあ、ユニジコ今一番最終ページにそのモロッコとかケニアとか、まあ、意外とこう国としてはこう絞られてくるんじゃないかなと思うんですけど、はい、その日本のこの、まあ、民間と見ればどこにこう一番、まあ、それは各企業さんのものなんですか、どうなんですかね、東とか南とか。まあ、まさにおっしゃったように業種ですとか個社の状況によってそれぞれの重点を置くところが違いますので一概には言えませんけれども、ただまあ共通して言えるのはやはり人口もたくさんあり、からある程度の生活レベルがあり、そしてこれは大事なポイントですけれども政治面でですね安定している、あるいは制度もしっかりしている、こういったところをどうしても、まあ、まずは優先順位が高くなるところだろうというふうに思います。そういう意味でいきますと、まあ、まさにここに上がっているような国っていうのはそういったものの典型ではないかなというふうに思います。例えばその業種もいろいろあると思うんですが、さっきちょっと言ったその中国の企業っていうのは
作ったらみんな引き上げちゃって、はい、技術を残さないと。でアフリカにしてみるとやっぱり技術移転が欲しいんでちゃんと教えてほしいと。そういう分野であるとなるとね、例えば、うん、いわゆる技術協力、まあ、JICA がやってる技術協力と民間のやってるものでこううまく連携できる分野ってのもあるかもしれないですね、はい、例えばあの募集権とか農業とかね、はい、そういうのってなんかこう、まあ、どういう会でアフリカ委員会あること自体がまあ珍しい名のあまり知らない。そういうなんかよくこれ結構昔からやってます、ね、あのそうですか。2009年からやってます。通さんも、まあ、会社の社業でご自身がこう絡んでるところでもいいんですけど、実際その相場的じゃない部分って当然絞っていったね、どんな部分ってそれあるんですか。あの非常に面白いポイントだと思うんですけれども、今アフリカに進出されている企業っていうのはある意味、まあ、先行部隊ですよね。あの主流はまだアフリカには進出は多くはされてない。逆に早くから進出されているところはまだマーケットも成熟していない、生活レベルも低い、一方でいろんな社会問題を抱えている。でそういう中で企業がビジネスを続けていくためには、ただ単に自社の製品あるいはサービスが売れればいいという前に、この社会に貢献しようという思いで出られている会社がものすごく多いです。人材育成も含め、あるいは衛生面にしてもですね、自社の事業と合わせてそういった社会貢献事業というのをたくさんされているんですね。でそういうことも実は貢献をしてまして、アフリカの日本に対する見方というのは非常に好意的です。でそういう意味で日本の企業にぜひ出てきてほしいという期待値はどんどん高まってきています。直近でそのピカとセブンですか、はい、まあ、来年が来年です。来年、はい、横浜でやるんですね、はい、そこでやっぱりこうどんなアプローチというか、せっかく研究会で提言をされていくんだったら、やっぱりこう、まあ、冒頭お話あったんですけど、官民連携の、はい、そのある程度ちゃんとしたものを作りたいと官民協議みたいな、はい、それの実現性っていうのはかなり進んでるっていう理解でおかしいんですか。いや、今回これを提言したのがですね、極めて新しい提言だというふうに思ってます。で官民の連携というのは先ほども少し説明させていただきましたけれども、やはりあくまで官と官の会議体に参考人的に民が呼ばれている。したがって企業経営者の参加も増えてはきましたけれども、基本的には皆さんは個社の事情を説明をされるというケースが大半です。でこれをやはり民間全体としてどういった課題があるのか、どういったことをアフリカに対してすべきなのか、アフリカからは何をしてほしいのかという、もっと大きな声に持っていく必要があるだろうというのが今回の狙いで、ぜひこの TICAD7 に向けて少しでもそういった形でこの TICAD の形がですね発展していけばというふうに思います。これからあれですよね、いろいろ働きかけを。そうですね、政府に対して、はい、外務省、外務省、それから経産省ですね、関係するところに説明をしながらですね、皆さんも問題意識を持たれています。したがってタイミング的にはいいタイミングではないかなというふうには個人的には思っています。これ進出している中堅中小は単独ですか、大企業と一緒に行ってる。いや、ほとんどここで上がっている企業は単独で出られています。ものすごくその分だけですね、はい、ご苦労されています。ビジネスチャンスがアフリカにあるというふう判断で言ってるわけですかね。そうですね、やはりこう進出するときに人がやる前に出ていくという出方、それからある程度マーケットが大きくなってこれはチャンスがあるぞということから出ていく出方、まあ、いろんなタイプがあると思いますが、まずはここに上がっているそれぞれの会社はですね、将来のチャンスにかけて人よりも一歩先に出ようということをですね。ただ皆さんですね、先ほどのヒアリングのインタビューのところでもお話ししましたけども、もう大変苦労してきたと、これまで。ただ確実にネットワークだとか人材、
それからノウハウが手にできて、この差は進出してない企業に比べれば圧倒的に差があるというふうに思ってますというふうに言われてます。あんまりこのあれですよね、こうエリアが一緒でも国境を越えないですよね、アフリカってね。だからこう広がりが出ないですよね。ケニアに行くときとケニアだけみたいになっちゃうんですね。これはね、アフリカ自身もそういう問題意識を持ってまして、一カ国だともう数千万人ぐらいの、まあ、数千万人でも多い方なんですよね。12億人が54カ国に住んでますから、まあ、大体割っていただければ想像がつきます。したがってその一カ国だけのマーケットが小さいので、できるだけそのリージョンで一つになる、あるいはさらにそれを超えてアフリカで一つになろうという動きが出る。実は今年の3月にですね、アフリカ全体の自由貿易圏を作ろうじゃないかということで、44カ国が署名をした自由貿易圏構想というものがまとまりました。これはまあ各国が議会で批准をするということが必要にはなってますけれども、アフリカ自身がそういったその自らを一つのマーケットとして、アフリカを一つとしてという動きにどんどん動きつつあるということは大きな、まあ、我々にとってもチャンスであります。雇用とかで現地への そのインパクトっていうのは、そういう意味ではですね、一社で何人も雇えるっていうことにはなかなかならないっていうのが実態です。まあ、大きな製造業が出ていかない限りですね、大量の雇用は確保はできませんけれども、はい、まあ日本の良さということでいきますとですね、むしろアフリカで問題なのは雇用の機会ということは一方でありますが、働くということに対しての例えば倫理観みたいなもの、時間通りに会社に出てくる、あるいは言われたことはきちんとやるということ自体もなかなかできない、あるいはそういう育ち方をしていない。したがって人材育成という、まあ、我々はですね、基礎教育がきちんとできたところからこう教育をしていくわけですが、まずそのベースのところから実はスタートせざるを得ない。日本の企業というのはそういったところに対して粘り強くですね、きちんとその人材をの底上げをしていくということを皆さんやられているので、ね、こういったことこそが大きな貢献につながっていくのではないかというふうに思います。これは政府が今行っている活動なんですが、エジプトでですね、確か日本の文科省が支援をしていると思うんですけれども、小学校に日本の教育システム、それは授業の内容というわけじゃなくて、例えば学校が終わったらみんなで掃除をする、あるいは時計を教室につけて時間通りに学校に出てくる、そういったことを実は今進めています。大変大きな反響を得てます。その子供たちが家に帰ってお母さんに、いや、うちってこんなに汚くてダメじゃないのと子供が親に注意をするようになってきたっていう、そういうですね、そもそもそのまず学ぶという前のしつけというところから日本が今入り始めている。これはまあ、ごく一部の例ですけれども、日本でこそできることなんじゃないかなというふうに思います。あと各社でよろしいですか。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうも。